ップバンクのマミルトンです。本日紹介する iPhone アクセサリーはこのタッチペンです。タッチペン、はい、こちらですね、あの有名なボールペンで有名なゼブラから、おあのゼブラがついにタッチペンを出しました。ボールペンにしか見えないでしょ。 ね、ボールペンだよねこれ ね、しかも結構なんかちょっと高級そうなボールペンですよね。うん、ビジネスで使えそう。普通に普通にあのスーツの胸ポケットとかに挿してそうなボールペンに見えますね、うんうん、早速開けてみたいと思います。ボールペンにしかも見えないなボールペンやね、完全にボールペンだ。ちょっとこれ置いとこう。これはここを回転させるのかな。おお、なるほどね。ちょっと回転みたいと思います。どっちで。まずはやっぱこっちですね、タッチペンの方から。はい、全然滑らか、すごい、なんか程よい硬さ、なんかちょっと柔らかいのかなとか思いきや、手でもこう触った時にねプニプニするんですけど、書き心地は結構しっかり書ける。グーッと書いても書けるし、サーッと書いても書けますね。軽い筆圧でもいいし、うん、筆圧が結構強い人でも今サササササって書いたけどついてきたよね、ちゃんとね。確かに、うん、こちらのペン先ですね高耐久なんです。箱にもちゃんと書いてあるんですけど、普通ねこういうのって耐久テストで、あのダメになるまでずーっとやるらしいんですけど、うんうん、全然ダメにならない、ダメにならないからこれもう大丈夫だよっつってテストを、ね、途中でやめたぐらい壊れないんですよ。中にゴムが入ってて上にこの布のつって覆われてるんだね、うんうんうん、あーもうゼブラさん安心のクオリティゼブラオッケー書きやすいよね。書きやすい。このクリップもね、あの書いてる時に邪魔にならない。なんかむしろここがちょっとへこんでる分、ここに指を置いて書きやすいレベル、うんうん、これクリップあるの結構便利ですよ ね、スーツにスッとさせるもんね。スッとさせる。いやこれすごいな、欲しい。はい、こちらのゼブラのタッチペンですね、気になった方アップバンクスターをチェックしてみてください。